白鵬とは架空戦機、朝日の艦隊に登場する架空の飛行艇である。前世、第二次世界大戦諸島、米英独が開発した巨大飛行艇に匹敵する旅客輸送用の巨人機であり、幻の大陸艦と洋爆撃機、富岳並みの作戦行動半径を持っている。前世と違い、後世の英国はドイツに占領されるのは時間の問題であり、その際に、 欧州全土より英国に逃れたユダヤ人が再び迫害されるのは明らかであった。しかし、海上航路による救援策は全制同様の有望ートによる無差別通商破壊宣言を受けていた。さらに台米海戦当時から計画されていた朝鮮に1万1スサノオノ号の動力源である各融合炉の開発にはユダヤ人科学者たちの協力が必要不可欠であったため、 早期に救出が必要であった。厚生日本が前世転生者からのメタ情報を活かし、前世以上の飛行艇技術をもとにして開発された空中戦艦富士の技術実績をもとに本機を建造した。開発事故症、18支線投輸想定。滞在航空工業と成茂発動機工業。 A ロールス・ロイス社共同開発による、旧国武装旅客機として設計されたため外反は、防弾性が高く、客室はそのおかげで十分に予圧され、通常飛行時に乗客が、寒さや酸素不足を感じることはない。また、日英同盟と、米産軍秘密協定により高奥炭化燃料の問題が解消されたため、4発の大型ジェットエンジンの推力は、必要にして、 十分な性能を誇る。第二次日英同盟締結と相前後して開発が始まり、極日艦隊が遠泳、e、艦隊として派遣された頃には、すでに発揮が試作済みであった。戦術 Z テラシは21年春に、ビワコネスコ艦に就航した白鵬は、初めての救援飛行の袋、北極上空にて、独占水空母、スレーブニル旧型搭載の極地戦闘機支部の、 襲撃を受けたものの、これを退ぞけて、日本本国へ帰国。その後、寺氏は23年の理性の十作作戦でのヒトラー襲撃作戦の広報支援に参加したこともあるが、基本的には、日本、イギリス、和睦後のアメリカ合衆国を結ぶ、亡命者の旅客輸送に従事した。なお、後世第三次世界大戦にあたっては純粋な輸送機に改造され、 欧州へ派遣された日本陸軍部隊への補給任務に従事した。原作、コミックと比較すると、最大の特徴は4発機から6発機となり、水中翼の形状も大幅に違う。また、コミック版で描かれた、独極地重ね線、BA372 支部による教習を避けるために、大石長官より下された、時間差作戦の点末や、通報した、 ドイツスパイの逮捕劇などは OVA では削除され、大筋ではコミック版に似たものの、だいぶ違ったストーリーになっている。ありがとうございます。